サマースクール in 高浜がこのほど開かれ、関西電力の職員が高浜中学校の3年生に問題の解き方や考え方を教えました。関西電力高浜発電所の職員11人が講師を務めたサマースクール in 高浜には25人の高浜中学校の3年生が参加しました。生徒たちは入試に近い問題形式の数学と理科の問題を講師にアドバイスをもらいながら解いていきました。それを掛け算したら n×n+1 やほんならこれってさ、何かでくくれたりせえへん。これ2でくくってくれたやん。2が共通してるから n の2乗と n って何が共通してる？ n そうやな。ほんなら n でくくってみて。これそう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 、マイナス同士だからプラスになるみたいなのを教えてもらって、20の OK ですか？分母を分母にルート消したいんよ。ルート5かけるルート5ってどうなるか知ってる？5正解。サマースクール in 高浜は生徒が年齢の近い社員に勉強の方法や問題の解き方だけでなく受験経験なども聞き参考にしてもらおうと、福井県原子力平和利用協議会高浜支部が毎年開いています。新型コロナウイルス感染症の影響で2020年から中止されていましたが、今年は5年ぶりの開催となりました。そうですね、第一印象は結構素直な子ばかりだなっていう印象でした。みんな結構真摯に取り組んでくれたので、まだまだ教えたいことはちょっとあるんですけど、時間内でなんか教えれることは教えれたかなというふうに思います。もっと分かりやすい、簡単にできる学び方、解き方みたいなのをいろいろ学びました。先生という感じがなく接しやすくて、なんかめちゃくちゃ分かりやすく教えてくれたし楽しかったです。中学生たちは講師の説明をしっかりと聞き質問しながら受験対策に取り組んでいました。